過ぎたことについてとやかく言って、もう何も変わることはない。しか、失意気になってしまい、あれこれ考えてしまう人が多いのも、事実だ。調べ編集部では全国中、60代の男女1733名を対象に、自分の性格についての調査を実施。過ぎたことをとやかく言わな。違法だと答えた人は、全体で 47.7% と半数に迫る高い割合になっている。関連記事、言わずとも察しろと。思う男性ちゃんと言ってとふ。満を持つ女性性年代別では、すべての年代で男性よりも女性の割合が高くなっているのが印象的だ。夫婦喧嘩の時に妻から過去の子と持ち出されるという男性も、夫婦喧嘩の時、妻はエキサイトしてくるとだんだんと過去のことを掘り返してくるようになる。喧嘩になった内容とはすっかりとず、れて、あの時も、みたいな話、になるので終わりがない。その話、は終わっただろと言っても、開き直るつもり、とか返される。そんな展開が面倒なので、喧嘩になりそうな時はできるだけ、自分が折れるようにしているけれど、30代、男性、部下への対応で過ぎたことに対してとやかく言わな。いいようにしている人も、僕も昔は、部下への注意の仕方がしつこいとこ、ろがあったけれど、それではついてきてくれないとわか、り考え方を変えるようになった。か、今日どんなに責めても、変わること、はない。過ぎたことにとやかく文句を言うとき、間があるならば、どうすれば次に同じ失敗しないかを、考える方が建設的だと思う。40代。男性、考えないようにしていても、ふと頭に思い浮かぶこともあるだろう。昔のことをあれこれ考えても、仕方ないのは、理屈ではわかっている。だけど不意に頭の中に浮かんできて、ものすごく辛い気持ちになってしまう。ちょっと前のことならまだわかるけれど、10年前の嫌だったこととかもたまに思い出す。どれだけしつこいんだ。と自分でも思うけれど、勝手に浮かんできちゃう。30代。女性、深く考え込んでしまう性格の人には切り替えるのが難しいのだ。ろう。合わせて読みたい夫婦喧嘩で家を出たことがある。妻が実家に帰り親から援護を。文調べ編集部、ニャック。調査概要方法、インターネットリ。サーチクズー調査期間、2019年10月28日、2019年8月30日対象、全国10代、60代の男女1733名、有効回答数。